ありがとうございました。それでは9月3日告示、9月10日投票で行われます有田市議選に立候補を予定しています小西のりなみさん、元気いっぱいに決意表明していただきましょう。どうぞ。ちょっとマスクをしたままで申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。朝からこんなに大勢の方に参集していただくとは、小西自身も思っていませんでした。昨日から、感動することが多くて、本当に、この仕事をやってよかったなというふうに、心から思いました。やっぱり人間感動しないとなかなか前へ進めないというのがありますんで、皆さん方の大きなお力添えや今までやってきたことを振り返るということで少しお話をさせていただきます。私32歳の時に第1期を迎えるわけです。で、32歳を迎えた時に、実は岩佐町から移住してきてすぐに立候補するということで、それでも当選できたわけですね。で、そこから政治家の人生始まったわけですが、なかなかそうは問屋が下ろしてくれませんでした。2回目は見事落選ということで、で、皆さんご存知のようにみかんの販売、生協販売している有田コープファームを打ち立てに行きました。そこで25年経過して、また政治の目が、むくむくと起き上がってきて、前回と立候補をまたやるということでございました。やっぱり心に火を灯して、ずっとやってきたということが、大変良かったというふうに小西自身は思っております。この4年間の実績の中で何が大きいかっていうと、私たちの運動そのものが市民と共に歩むということが大きかったというふうに思います。で、産科医が亡くなって、出産ができない事態になってしまうというこういう危機感から女性の方々はアンケート調査を、園であるとか幼稚園であるとか保育所であるとかの前で署名を取っていただきました。約600筆集まって、それを市に開示して、産科が必要だ、出産できるところが必要だという運動会ができました。で、結果として今年の6月議会で、産科医に対する、設置費の補助金というのが2億6000万円予算計上されて、今建設工事中であります。伊藤が保育所の跡地を利用しながら、そこに新しい出産できる医院を開設するというところまで来ました。これも勝手にじゃなしに我々運動が実ったという点で報告できるというふうに思います。2つ目にまだ選挙が終わってからなんですが、有田市民の皆さんに1万円の商品券が配られます。各地で商品券配布事業というのは終わったところもありますが、有田市は選挙が終わらないと郵政省が動かないというこういうことで、9月の中旬頃から配られます。その中身を言っておきますと、有田市がお一人5000円、
予算を立てました。それから国の予算が5000円、初めて1万円になったんです。で、しかも使える業者さんも市内業者さんと市外業者さんも同時に5000円使えるというふうに改良をしました。でそれが選挙で終わった途端に配られるわけでございますが、今経済不況の中でこういうことが行政でもできるという点では大変嬉しいなというふうに思いました。それから6月議会では、有田市は県下に誇って、何がええかというと、マリー・ユーという結婚、出産、教育、高校卒業まで、これが一貫して制度として福祉政策を持っております。今、2億円の予算を持っております。で、それにプラスして、小学生修学旅行援助金制度、お一人、3万円まで、中学生修学援助金制度、お一人7万円まで、6月議会でプラスされたわけです。総額2000万円がプラスされました。これで今、制度の総額は2億2000万円であります。さらにこの上に今要求しているのは学校給食費の無償化であります。でこれは皆さん経済的に今子供を育てるという、経済的負担というのは非常に大きいわけで、年間5万円ぐらい給食費負担がかかります。それを無償にやってほしいということをもう4編も5編も言い続けておりますが、少し和歌山県の知事が変わったもんで少し濁したということがあって、それを行政側が注目をするわけですが、そういう点で有田市では1億円があれば幼稚園、保育所、小中全部無償化できます。ということは3億2000万円で今の制度充実が叶うというこういうことを、直近で選挙が終わったらという中身で打ち立てていけるかなというふうに思っています。今皆さん方に給食費の無償化ありなしでもっていうのはそういう意味で言うているところでございます。ありなしね、皆さん防災がね、水ですね、水没する事態が多くなっています。で一つは川が氾濫する、有田川の土砂が、高く積もるというこういう点がありますが、農業者に流す水、これが星尾からずっと小江にまで、畑中水が流れているんですね。第二の川になっているんですね。で第一の川というのが氾濫します。第二の川がの方に水のいらん時に水が流されます。よって水没地帯が多くなりました。102件、水没というか上まで使ってしまうんで、畳までね。でそれが本当に抜本的に解決しないとなかなか治らない。二級河川は県の管理なんです。で、
有田川も2級ですね、高山川も2級で、その上に人工的に水を流すという、こういうのをきちっとしないとダメだ、河口部の箇所を低くしないとダメだ、それから糸木水ですから、この前の雨は1時間に70ミリ降ったんです。70ミリを飲み込む、そういうところはありませんので、ポップアップですね、今4基ありますが、毎秒1トン、これではダメなんで、倍の10トンぐらいを目指す。で、国、県に対してものを言わなければならない、市だけが単独でできる問題ではないということも追及をしております。市民の生活と、財産を保全するという点では、必ず良くなるということでした。で、被災された方にね、どんなにお見舞い金を出すんだということです。それまでは昭和40年代に決めた、床上で1万5000円でした。これはあまりにもひどいに違うかということで、臨時議会を行ってやったのが、床上の方には、差額払おう、その差額は3万5000円だ、だから都合5万円に引き上げたところであります。こういうのもやっぱり使った人の気持ちになって、ことを行ったら行政がもうそれに応えてくれる、こういう、良い 典型かなというふうに思いました。これが、まあ、実現できたということは、有田市で住んでよかった、将来の町づくりのためによかったという、こういう中身に持っていきたいというふうに思います。有田市は皆さん、エネオスっていうのが撤退します、今年の10月撤退でした、そんなん許されるんかと言うて、今まで頑張ってきましたが、SAF、航空燃料の実験装置を作るということで今落ち着いていますが、400人の労働者というのは首切られます。海軍、陸軍、ドラム艦なんていうのはね、ゼロになりますから、だからそういう点では有田市の将来を見通したときに、産業対策、労働者が働ける場所の確保、これがないとどうしても福祉の町というて、頑張るわけですが、働く場がないというのはやっぱり致命的ですんで、これを今日はこれから引き続き取り組んでいきたいということと、それから市民病院が新しく移転新築されます。で、ここでは診療科を減らさないで、例えば出産できるクリニックさんはあります、小児科さんもあります、本体に産科ありますという、こういうトライアングルで地域医療を守る、そういうことが大事だということで、新しい市民病院のところでも標榜する科目は減らさず、頑張っていただくということが、合意で文書が交わされたわけでございます。このように見まして、有田市が有田郡市の中で基本的に福祉に役立つ、そういう町づくりをすれば、他の、町と協力共同関係が広がっていくという、こういう点では非常に、先駆的なこともできたなというふうに思います。基本的に、今市の考えは弱者の立場をいかに行政に反映するか、弱者が弱者のままで
おるっていうのは非常に今の世の中、大変でございます。でも、老人福祉、子どもの福祉、大人の福祉、障害者の福祉、こういう点ではどれをとっても大事な問題でございます。総合的に発展できるように今後も、今日頑張り抜きたいというふうに思います。ぜひ今度の選挙今日を再選させていただいて、こんなうるさいやつが有田市議会にいてるということをお示しに願いたいと示すつもりでありますし、そういう存在でありたいというふうに思います。皆さんと共に頑張る日本共産党の小西、ぜひ今回もよろしくお願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。